天心対タケル、どっちが勝つと思う？どっちですかね。予想は。予想ですか。天心、天心君じゃないですか。天心？でも体重やっぱり軽いし、ほら、ちっちゃいじゃん。でもなんか当日はそんなに戻せないんです。そう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 。うん、それだから天心の有利だと思う。体重同じぐらいなら。それ知り合いだから損得してる？ないそれは。それはないですよ。なんかでも両方どっちかどっちも違うタイプじゃない？うん、試合展開どうなると思う？試合展開です。でぶっちゃけ竹田の試合見たことある？いやそれはありますよ。まあ、でも分かんないじゃないですか、やってみないと。まあそうだけどさ、それはみんなそうだけども。じゃあ天心君のがどこが勝ってるのかな。いやー、やっぱカウンターとかちょっとタケル選手ってサスコ苦手なところとか。あ、なるほどね。そういうところもあると思う。